スコッティ・モーリス・ピッペンはアメリカ合衆国の元バスケットボール選手。1990年代に6度優勝したシカゴブルズの中心選手だった。攻守にわたりバランスの取れたオールラウンダーであり、史上最高のスモールフォワードの一人と考えられている。身長203センチメートル。アーカンソー州ハンブルク出身。 アーカンソー州ハンブルクという中西部の田舎町で12人兄弟の末っ子として生まれる。兄たちと共に幼少期からバスケットボールをプレーした。父親は、製紙工場の従業員だったが、貧しい黒人家庭で大家族な上に、高校進学の頃に、父親が脳出血で倒れて全身が麻痺し、兄弟も二人が病気で亡くなるなど、生活は不幸と困窮を極めていた。 働けなくなった父親に代わって、家族全員が働き、アルバイトをして食いつなぐ生活だったが、スコッティは末っ子だったためかろうじて高校に入学することはできた。しかし様々なアルバイトを続ける一方で、ほとんどまともな食事をとったことはなく、当時のスコッティは体格持ち、高校ではバスケットボールとフットボールをやっていたが、どちらも当初はレギュラーにはしてもらえず、マネージャーや、 タオルボーイをやっていた時期が長かった。バスケットボールで初めてレギュラーになったのは高校4年生の時だったが、当時は身長は175センチメートル、体重は70キログラムくらいしかなく、ガリガリに痩せており、高校のコーチがなんであんなに痩せた少年をレギュラーにするんだと質問されるほどだった。しかし、当時ポイントガードとしてプレイしていたことが、 後に試合中の視野の広さやパスのセンス、巧みなボールハンドリングの技術を磨くことになる。やっと高校を無事に卒業できたスコッテーだが、スポーツ選手としては NCAA 所属の大学からはどこも勧誘を受けなかった。それでもスコッティの境遇を知る恩師らの努力によりナイア所属のアーカンソー中央大学に進学することができた。当初はチームのマネージャーとして入学したが、 奨学金を受ける選手に欠員が出たためスコッティが奨学金を得ることとなった。ただし奨学金の額だけで生活するのは難しく、実家からの仕送りを期待することもできなかったので、スコッティは椅子の組み立てなどで副収入を得ていた。奨学金を得てやっとまともな食事も取れるようになり、大学2年生になる頃には高校時代よりも身長も15センチほど伸び、 体重は 30kg も増えて 200cm、100kg 近い体格となり、秘められていた才能が開花し始めた。奨学金も全額支給されるようになった。スコッティは対外試合で平均20得点、10リバウンド以上の活躍をするようになったが、大学と所属リーグがマイナーだったためプロから注目されることはなかった。彼自身も大学を卒業できたら、 体育教師になって実家に仕送りしようと考えていた。しかしながら、大学の監督やプロのスカウトらの働きかけもあって、ついに、シカゴブルズのジェネラルマネージャー、ジェリー・クラウスの目に留まるようになる。1987年の NBA ドラフトで、シカゴブルズのジェネラルマネージャー、ジェリー・クラウスは地道な調査によって、スコッティ・ピッペンという隠れた逸材を発見し、 注目されないままに二巡目の後半くらいで指名してしまおうと考えていた。しかし、多くの新人たちが参加する最後のトレーニングキャンプで、スコッチ・ピッペンは活躍を見せ、それに注目したサクラメント・キングスが一巡目の上位で、ピッペンを指名するかもしれないという情報が、ブルズ首脳陣にもたらされる。シカゴ・ブルズはこの年は一巡目は8位と10位の指名権しか持っていなかったため、 一巡目いの指名権を持っていたシアトルスーパーソニックスにドラフトの前日の深夜までかかって交渉を持ちかけ成立させる。それはスーパーソニックスがスコッティ・ピッペンを全体で5番目に指名し、ブルズはオルデン・ポリニスを指名して、その直後に両チームで将来のブルズの指名権をつけてトレードし、交換で入団させるというものであった。 隠して一巡目の5位という本人も信じられなかったという高い順位で指名されたピッペンだが会場の観客はもちろん関係者やアナウンサーもピッペンのことを新人の頃は言葉の訛りが強く科目であったためキャリア初期にはインタビューに苦労したという逸話を残しているまたそやな田舎者そのままの言動でチームのコーチたちは 基本的な礼儀作法からしつけなければならなかったという。最初の年はブラッドセラーズとチャールズ・オー・クリーの交代要員であったが、毎日の練習ではマイケル・ジョーダンに直接鍛えられた。ジョーダンはピッペンと出会って、やっと自分と同じくらい才能のある選手が入ってきたと感じたという。また、後に急敵となるデトロイト・ピストンズのデニス・ロットマンも当時からすでに、 あいつはいずれ史上最高のフォワードの一人になるだろうとその才能を見抜いていた。1988年にはスターターの地位を奪いホーレスグラントと共にブルズのフォワードを務めることになる。この年マイケル・ジョーダンに率いられたチームはイースタンカンファレンスのプレイオフの準決勝まで進出。スコッティは選手として成長を続け翌年に決勝まで進出する原動力となり、 初めてオールスターチームの一員に選ばれている。この時期のシカゴブルズは毎年のプレーオフでデトロイトピストンズと対戦し、そして敗れていた。ピストンズはバッドボーイズの異名を取る荒いチームで、試合では相手に恐怖心を与えるほどラフなファウルも厭わない激しいディフェンスを仕掛けてきた。ある年のプレーオフではスコッティはデニスロットマンに観客席まで突き飛ばされ、 顔をぬう症を負った。ピストンズのジョーダンルールと呼ばれた戦術では、上段を二人、三人がかりで抑える一方、セカンドスコアラーとなっていたピッペンを集中的に攻撃し、上段を孤立させて助けてもらえなくするという方針が徹底されていた。また、ブルズのチーム事情からも、ピッペンはオフェンスではデニス・ロットマンにマークされ、ディフェンスでは ビル・レイン・ビアをガードしなくてはいけなくなり、最もラフプレーのひどかった選手二人と戦わなければならず、彼がいつも一番ひどい暴行を受けていたとヘッドコーチのフィル・ジャクソンが語ったほどだった。1990年のプレーオフ、イースタンカンファレンスのファイナルデブルズは、ピストンズと対戦しスコッティは第7戦までも釣れたシリーズの大事な場面で原因不明の変頭痛に襲われ、 ほとんどまともにプレーすることができなくなり、チームはまたしても NBA ファイナル進出を逃した。以前にもピッペンはプレーオフでビルレインビアに暴行を受けて恐怖にかられたのかその後の試合を欠場したことがあり、ジョーダンをはじめとする一部の人々はスコッティが土壇場に弱いと批判するようになった。しかし、この敗戦後、自分のひどいプレーに心底悔しい思いをしたピッペンと、 コーレスグラントは敗戦の翌日から、ブルズの練習場に現れ、来シーズンのためにトレーニングを始めていた。それでもピストンズを7戦目まで追い詰めたブルズの成長は明らかで、スコッティもチームの躍進を支えた選手の一人だった。毎年平均20点前後を記録し、リバウンドやアシストも1試合平均6から7個を記録し、NBA 有数のオールラウンダーであることは明らかだった。 そして、この年のプレイオフ、精神的にも成長した、ピッペンの活躍もあって、シカゴ・ブルズは、カンファレンスファイナルではピストンズを4勝0敗で破り、ブルズは、悲願の NBA ファイナル進出を果たす。かつての王者ロサンゼルス・レイカーズと対戦したファイナルのシリーズでは、当初、ジョーダンがマジック・ジョンソンをガードしたが、攻守にわたっての負担もあってブルズは、第一戦に敗れてしまう。 第2戦からは、コーチのフィル・ジャクソンは、若いスコッティ・ピッペンに、マジック・ジョンソンのガードを託す大胆な作戦を取った。ピッペンはマジックを長い腕を活かしてガードして苦しめ、思うようにアシストパスができないように優れたディフェンスを見せる。その一方で、最終戦となった第5戦では、トリプルダブルを達成するなど、攻撃面でも大活躍し、第2戦からは、 ブルズは4連勝して一気に初の優勝を決めた。この時からピッペンはジョーダンの単なるチームメイトの一人ではなくリーグでも有数の実力者であることが格好たるものとなった。同じ1991年、スコッティは以後チームを去るまで続く長期契約をブルズと交わした。このことが後年チームのフロントとの間に確執を生む因になる。やっと優勝を達成し、 実力を証明はしたが、背中の故障がピッペンに不安をもたらしていた。自分の選手生命はもうすぐ終わってしまうのではないかという予感に悩まされていたピッペンは一時の待機によりも長期の保証を求めて最長7年間で当時としては最高額近い契約を結んだが、当時の NBA は世界的な人気爆発の時期にあり、選手の年俸は年々倍増に近い金額で、 増え続けていた。ブルズの首脳陣からも、このような契約を結ぶと後悔することになると、注意されたがピッペンは聞き入れなかった。間もなく、ブルズ首脳陣の言葉通り、NBA の一流選手は、年俸1000万ドル近い契約を結ぶ選手が、続出し、ピッペンの年俸は7年後には、リーグの平均以下にまでなってしまう。その後本人は何度も、契約の撤回を求めたがチームは、 応じようとしなかった。また、ブルズでも年俸が、ピッペンより高いのに、成績の低い選手まで現れ、ピッペンがそれをあからさまに非難するなど本人にも、周囲にも多くの確執をもたらした原因となった。1992年、スコッティは、オール NBA セカンドチームと、オール NBA ディフェンシブファーストチーム入りを果たし、名実ともに、リーグのトップクラスの選手と認められた。 このシーズン、シカゴブルズは67勝15敗というリーグ最高の成績でシーズンを終える。プレーオフで一時ニューヨークニックスのラフプレーに悩まされるシーンもあったが、最終戦で撃破して NBA ファイナルに進出、ポートランドトレールブレイザーズを4勝2敗で下してに連覇を果たす。翌1992から93シーズンは、 フェニックス・サンズにホームコートアドバンテージを奪われたものの敵地で6戦目に勝利し3ーピートを成し遂げた。これは NBA でも1960年代以来となる歴史的な快挙だった。マイケル・ジョーダンという NBA 史上最高といえる選手が同じチームにいたこともあり、スコッティは過小評価される向きがあった。1993年に ジョーダンが野球選手への転向を発表し、引退したとき、翌シーズンのブルズは相当に成績を落とすだろう、プレーオフにも出場できないだろうという予想がよく、聞かれた。しかし、翌1993から94シーズンには前、シーズンより2勝少ないのみの55勝を挙げる、原動力になり、スコッティはチームリーダーであることを証明した。また、 個人成績でもシーズン平均22.0得点、8.7リバウンド、5.6アシストという全キャリアを通じても最高水準の結果を残しており、オールスター戦では MVP に選ばれた。このシーズンのプレイオフ、ニューヨークニックスに敗れたカンファレンスセミファイナル第3戦で、試合時間残り1.8秒、最後の逆転を狙う場面で、監督のフィル・ジャクソンは、 トニー・クーコッチにシュートを打たせるプレーを指示した。納得できなかったスコッティは出場を拒否した。クーコッチはシュートを決めてブルズは逆転に成功したものの、スコッティの行動はチーム内で議論を起こしファンやマスコミには批判された。このニックスとのシリーズでは、ブルズは20点差以上リードした試合でもタフなディフェンスに苦しめられたか、逆転負けを喫することがあった。 マイケル・ジョーダンのいないブルズは、大方の予想を覆す、好成績を残し、プレーオフでも前線はしたものの、ニックスとのシリーズでは、最終第7戦で敗れてしまう。翌1994から95シーズン、スコッティは前、シーズンとほとんど変わらない、オールラウンドな数字を残す。またこのシーズンも引き続き、オール NBA ファーストチーム、 オール NBA ディフェンシブファーストチーム入りシリーグの第一人者であることを示す。また、このシーズン、ピッペンはキャリアで唯一となる投票による選出以外のタイトル、スティール王を獲得している。フォワードがこのタイトルを獲得するのは極めて珍しく、彼の能力の高さを示すものであった。しかし、このシーズンの開幕前に、ピッペンの王の親友であり、ブルズのゴール下を支え続けた。 パワーフォワードのホーレスグラントがオーランドマジックに移籍してしまっていた。彼もやはりブルズのチーム内で自分があまりに評価が低いことに不満を持っており、フリーエージェントで高額契約を手にするための移籍であった。ピッペンはホーレスを失ったチームではプレイしたくないなどと首脳陣を批判したりトレードを要求しては撤回したりと周囲との確執が徐々に増えていった。 シカゴブルズの成績は47勝35敗と前のシーズンより落ちてしまうが、このシーズンの末にはジョーダンの復帰という大きな出来事があった。復帰したジョーダンは、このチームのリーダーはピッペンと語ったが、スコッティが2シーズンに及んだチームリーダーの重責から部分的にも解放されたのは事実であった。このシーズンのブルズは復帰したばかりのジョーダンが、 本来の安定感を変えていたこと、インサイドのリバウンドやディフェンスが弱体化していたこともあって、プレーオフのカンファレンスセミファイナルで、オーランドマジックに2勝4敗で敗れている。冗談不在の2年間は1994年のプレーオフでの出場拒否事件もあったもののスコッティに、とってはチームを率いる立場で実力を示した時期でも、あり、リーグを代表する選手として認められた時期でもあった。 失意のうちに終わった前シーズンの後、1995から96シーズンのシカゴブルズは歴史に残る、躍進を遂げる。復帰当初は制裁を欠いたジョーダンは、このシーズン再びリーグ最高の選手として活躍を開始した。そして、前年の屈辱的な敗戦、特にブルズを出て、オーランドマジックに移ったホーレスグラントにプレイオフの大事な場面で活躍されたことは、 ブルズの首脳陣にインサイドで頼りになる選手がいかに大切かを知らしめた。タイトルを奪還するために補強する選手の候補として名前が挙がったのが当時サンアントニオスパーズでチームメイトとの確執によりチームが放出したがっていたデニス・ロットマンであった。デニス・ロットマンは当時すでに4年連続でリバウンド王を獲得し最優秀ディフェンス賞も2度獲得するなど実力は 文句なしだったが、その強すぎる個性と性格のため周囲とのトラブルが絶えず、さらにかつてブルズを苦しめ続けたデトロイトピストンズの一員だった。ピッペンはかつてプレーオフでロットマンに突き飛ばされて顎に裂傷を負い、毎朝髭を剃るたびにロットマンのことを思い出すというくらい嫌っていた。しかし彼はまた優勝するためにはロットマンの力が必要だと理解し、 ジョーダンと共に過去の恨みを捨ててチームに迎え入れることに同意する。ブルズに移籍したロットマンはその年もリバウンド王を獲得し、ディフェンスやポストプレーなどでもチームに確実に貢献していた。ピッペンは相変わらずオールラウンドな選手だった。ジョーダン、ロットマン、ピッペンの3人はリーグでも最高のトリオとみなされ、シカゴブルズはリーグを席巻した。 72勝10敗という NBA 歴代最高の勝ち数でプレーオフに進んだブルズは昨年敗れたオーランドマジックを東地区の決勝で4連勝で撃破。ファイナルではシアトルスーパーソニックスと対戦4勝2敗で4度目の優勝を飾った。翌1996から97シーズンもブルズは好調で69勝13敗でレギュラーシーズンを終える。 シーズン中に、ロットマンがカメラマンへの暴行で、出場停止だった時期もあり、終盤に故障者が出るなど昨年ほどの勝ち星ではなかったが、それでも NBA 歴代に遺体いの成績だった。プレーオフでは再び相手チームをほとんど寄せ付けない強さを見せ、東地区決勝のマイアミヒート戦ではピッペンが相手のラフプレーに悩まされたり、足首を痛めるシーンもあったが4勝1敗で撃破。 NBA ファイナルへ進みユたジャズと対戦。第5戦でジョーダンの体調不良で危機的状況へ陥った場面もあったが、ピッペンがしっかりとジョーダンをサポートし、ブルズは逆転勝ち。ジャズを4勝2敗で下し、5度目の優勝を果たす。チームは歴史的にも最高のレベルへ達していたが、この時期よりピッペンとチームフロントとの確執が大に語られるようになる。 1990年代は NBA 選手の年俸が高騰した時期だった。スター級の選手が数百万ドルから数千万ドルの年俸を得るようになると、ピッペンの1991年に結んだ契約は時代遅れに見えてきた。個人成績や受賞歴、チームへの貢献度から言ってもピッペンはリーグでもトップクラスの選手だったが、年俸はリーグの100以下でありチームの控え選手だった。 トニークーコッチより低かった。加えて、チームのゼネラルマネージャージェリー、クラウス個人との確執が事態を、さらに悪化させた。クラウスは年報に関しては常に渋く、交渉の場ではしばしば選手を傷つける発言をした。またクラウスは、好んで、チームの遠征へ同行し、それが選手との関係をさらに複雑にした。ある遠征の時、スコッティは選手たちのいる前で公然とクラウスを、 ののったことがあり、それがマスコミに報じられる事態も起きた。スコッティはこのシーズンの最中、大やけにトレードを要求したこともあった。翌1997から98シーズンはフィル・ジャクソン監督の引退の可能性が語られ、また、ピッペンの挙手もしばしば話題にされた。ジョーダンはジャクソンとピッペンが残れば自分も残ると語り、 競合ブルズ最後のシーズンになるかどうかがファンやマスコミの関心事だった。このシーズンはブルズ2度目のスリーピートつまり6回目の優勝がかかっていた。結局、開幕前にピッペンのトレードは行われず、優勝メンバーはそのままのチームで6度目の優勝を狙うことになったブルズだったが、昨シーズンのプレイオフマイアミヒート戦で痛めていたピッペンの足首は回復せず、 迷い続けた末に手術することを決断した。開幕時期の手術によりピッペンは約3ヶ月近く欠場したため、長年自分に対してひどい扱いを続けていた、チーム首脳へ当てつけるための行為ではないかという、憶測も囁かれた。万能選手だったピッペンを書いたブルズは開幕直後に、大苦戦し、一時はプレーオフの出場さえ危ぶまれ、 ピッペンの存在の大きさが改めて証明された。その後、残りのメンバーたちは徐々に連携を取り戻し、献身的なプレーでチームを支え、オールスター戦の頃にはついに東地区の周囲へ立つ。コートサイドでスーツ姿で試合を観戦し続けていた。ピッペンは次第にチームメイトへ笑顔で声援を送るようになり、周囲とのわだかまりも少しずつ消えていった。 そして2月の試合でついに復活したピッペンへ観客から大声援が送られ、ブルズは完全に勢いを取り戻した。このシーズンのブルズは結局62勝20敗でリーグ1位タイ。プレーオフでブルズはラリーバードがヘッドコーチを務めていたインディアナペイサーズに最終戦まで粘られるなど苦しみながらも NBA ファイナルへ進出し、再びユタジャズと対戦。 昨年と違って、ホームコートアドバンテージのないシリーズで、休養十分なジャズに対して、連戦続きのプルズは今度こそ勝てないのではと不安視されていた。しかし、初戦は敗れたものの、その後の3試合で、ピッペンが見事なディフェンスを見せ、何度も相手選手からオフェンスファウルを誘って、攻撃のリズムを崩し、ブルズは3連勝。 一気に優勝決定かと思われた第5戦だったが、ジョーダンとピッペンが共にシュートが不調で、ブルズは敗れ、再び敵地ソルトレイクシティへ舞台を移すことになった。第6戦、試合序盤にダンクシュートを決めたピッペンだったが、その時、それまで激しいディフェンスを続けために痛めた腰痛が再発。激痛でロッカールームへピッペンが下がってしまうとジャズは猛攻を開始。 常にリードされ続けるブルズは、ジョーダンがこの試合45得点の活躍でなんとか、離されずについていく。そして、ピッペンは、ロッカールームで腰へ消炎剤を塗り、激痛に耐えながら、コートへ戻って、必死のプレーを見せる。試合の終盤、残り数秒で、ジョーダンが、ロットマンのマークに気を取られた相手エースの、カール・マローンからボールをスティール、そして次のプレーでシュートを決め、 ブルズはジャズを1点差の逆転勝ち。敵地で苦しみ続けて、最後の優勝を手にしたピッペンは、感激に涙を流し続けていた。シーズン後、ジャクソンとジョーダンは引退。ブルズの最強チームは解体されて、再建へ入り、ピッペンはついに本人の希望したトレードにより11年間、過ごしたチームを去った。フィンランドで3年ぶりに、コートに復帰した。 ピッペン1998年にピッペンはヒューストン・ロケッツにサイントレードで移籍した。ロケッツは前年にビッグ3の一人だったクライド・ドレクスラーが引退しており、ピッペンはその後釜に収まり、ついに念願の高額契約も手にした。ロケッツはアキーム・オラジュアンとチャールズ・バークレーと共に NBA 史上有数のトリオになり、優勝候補であったが、オラジュアンとバークレーは、 年齢から来る故障で欠場が多く、ヘッドコーチのレディ・トムジャノビッチも、ピッペンをうまく活躍させる方法を見つけられずに、ただ出場時間だけはやたらと長くさせるような、起用法を取らざるを得なかった。ピッペンの成績もブルズ時代より低下し、チームは安定感を書きプレイオフでは1回戦で、シャキーロ・ニールとコービー・ブライアントの、ロサンゼルス・レイカーズに敗退した。 シーズン終盤には以前は親友だったバークレーとの関係も悪化し、互いを批判するようになった。ピッペンはこのチームで自分が思っていた役割が与えられなかったことに不満を述べていた。翌年、ピッペンはポートランドトレイルブレイザーズに移籍した。層の厚いチームで出場時間は減り、従って個人成績も下がったがピッペンはチームのキーマンとして活躍。 若くて才能をあふれるチームの中で優勝経験を持つピッペンは貴重なベテランであり、また抜群のチームリーダーの一人であった。ピッペン自身も自分はボンド接着剤のような存在でチームを一つにする役割は自分の仕事だと認識していた。試合中に若い選手たちに駆け寄りアドバイスをする姿がしばしば見られ、闘志溢れる姿勢で先陣切ってチームを引っ張っていた。 ブレイザーズは59勝23敗の好成績でプレーオフに進出した。カンファレンスファイナルでこの年から、かつてのプルズのコーチだったフィル・ジャクソンが指揮を執る、ロサンゼルス・レイカーズと対戦した。レイカーズはその年、ジャクソンの手腕による改革が成功し、リーグ1位の67勝を挙げる強さだったが、ジャクソンの心情であるトライアングルオフェンスに、 レイカーズの選手がまだ馴染んでいないのを見て取ったピッペンは相手の攻撃パターンを読み切って次々とスティールを奪う活躍を見せる。このシリーズで1試合8スティールを記録したこともあり、それまでマイケル・ジョーダンが保持していたプレイオフの通算スティール数記録をピッペンは更新している。現在も本人が記録を保持。 格上だったレイカーズを第7戦まで追い詰めたが大量のリードを奪っていたこの試合の第4区ォーターでブレイザーズは11本連続でシュートを外すという悪夢に見舞われレイカーズの猛追と逆転を許し3勝4敗で敗れ去ったレイカーズのリックフォックスとは激しい絶戦を繰り広げてマスコミにも注目を浴びたまた若きコービー・ブライアントとも激しい1対1を展開して ライバル関係を剥き出しにして戦った。このシリーズは、ハック・アシャックが最も使われたシリーズの一つとしても知られている。天下分け目とも言うべき2000年のレイカーズとの決戦に敗れて優勝を逃して以来、ブレイザーズはチームの改革が徐々に裏目に出るようになる。トレードやコーチの交代も結果として失敗が多く、翌2000から01シーズンのブレイザーズは50勝。 その次のシーズンは49勝という結果で、ピッペンの個人成績も徐々に低下していた。プレーオフでは、この2シーズンともレーカーズに1回戦で3連敗し、優勝には遠く及ばない状態だった。2002から03シーズンのプレーオフでは1回戦で、ダラスマーベリック。2003年に、かつてのチームメイトであった、ジョン・パクソンが、ゼネラルマネージャーになったのを機に、シカゴ・ブルズに復帰した。 しかし38歳という年齢と怪我のため、あまり試合に出場して姿を見せることはなく、翌シーズン開始前の2004年10月5日に引退を表明した。彼が一貫してつけていた背番号33番は、ブルズの永久欠番となった。2008年1月にピッペンは3年ぶりに現役に復帰し、フィンランドのトーパンホヤットで2試合、 スウェーデンのサンツバルドラゴンズで1試合に出場した。スコッティは、運動能力が高く、また、得点能力やアシスト、リバウンド、スティールに周囲出ており、さらに1対1のディフェンスもチームディフェンスも、トップクラスという万能型のフォワードだった。スモールフォワードのポジションでありながら、一流のガードにも匹敵するほどのボールハンドリング、パスセンス等を持ち合わせており、 いわゆるポイントフォワードの代表的存在でもある。オールラウンドさとチームプレーは冗談以上とも評されるほどである。彼のユーティリティ性はブルズの攻撃システムであるトライアングルオフェンスにおいては欠かすことのできない存在であった。スコッティがいれば自分はもっとうまくプレーできると語るチームメイトもいたように味方の能力をさらに引き出せるチームプレイヤーだった。 後期スリーピートはスコッティがいなければ、絶対に達成されなかった。と、ジョーダンも最大級の評価をしている。かつての旧敵であり、後にチームメイトとなったデニス・ロットマンは、早くから彼の才能を評価していたが、自著でも、ディフェンダーとしても、リバウンダーとしてもすごい。さらに、ジョーダンと同じように、コートのどの場所からでもどんな体勢からでもシュートを放って決めることができる。 敵だった時よりも味方になってさらにその凄さがわかると語っていた。それらの能力以上にバスケットのセンス、頭脳は抜群だった。あまり学業成績は良くなかったがバスケットの IQ では天才に近かったとフィル・ジャクソンも語っていた。ジャクソンが使っていたトライアングルオフェンスというシステムの理解と運用に非凡な才能を発揮し後期の3連覇の頃は コート上でゲームを組み立てるのはほとんどピッペンが行っていた。相手のディフェンスの状況を読んで適切な攻撃を選択し、さらに相手がトライアングルオフェンスの攻撃を読んでいると判断した時は自分だけ即座にトライアングルから外れて攻撃を仕掛けるといったプレーもやってのけた。万能選手として有名なピッペンだが弱点として挙げられるのがフリースローである。 キャリア通算で、レギュラーシーズンでは68%程度、プレイオフでも70%台と、その得点力の割には確率が悪い。来日して、日本のテレビ番組、筋肉番付に出演した時にも、ナインフープスを2つしか決めることができなかった。また、ごく普通のミドルシュートも、比較的苦手としている。相手を振り切る能力は高いが、 シュート自体は下手くそだとルーキーの頃は酷評されることが多かった。それを補うためバックボードを使ったバンクシュートを割合多く使っていた。ディフェンスのセンスは抜群だったが、体格的にはあまり大柄とは言えなかったため力で押してくるような選手とマッチアップした時は抑えきれないような場面も見られた。全般的にすべてのプレーをこなすことはできる反面。 上段と比較してもおのののプレー、シュートなどの成功率はやや低く、若い頃は、甲府町の波も大きかった。3ポイントシュートなどもあまり成功率は高くはなかったが、アウトサイドでボールを保持する場面が多かったため打つ、機会は多く、ここ一番の場面での成功率の高さゆえに、インパクトは強かった。NBA ファイナルで1試合で7本の3ポイントシュートを決めたこともある。 1992年には、オール NBA ファーストチームに選出され、名実ともにリーグを代表するフォワードとなった。またディフェンスに関しては、リーグ切手の名手と目されるようになり、1992年から1999年まで、連続でオール NBA ディフェンシブファーストチームに選ばれている。1996年には50周年を迎えた。 NBA が選んだ50人の最優秀選手の一人にも選出されたトップ15 most impressive ス i n ズイ a n in NBA history thespoortster.com 2017年10月22日閲覧ありがとうございます